私も政治、そしてまたヘルスケア、その教育、政府関係、政治の世界などにおいてもデータといいますのは潤滑油そのものになってきているわけでございます。まあ、石油そのものになってきているというわけでございます。そしてデータの使い方ということでございますが、例えばその、データを使ってどういうような人たちがその犯罪を起こすかもしれないということまで予測できるような世の中になってきております。でありますと、ここで倫理的な問題が出てきます。犯罪を起こしてない人たちにもやっぱり取り締まりをすべきなのかというそういうようないろんな、課題が出てきているわけでございます。空気さんは2007年から2012年、まで東京に、いらしたわけでございます。エコノミスト氏のエディターでございました。そして私の同僚でもあったし、この、 記者クラブの、メンバーでありましたし、そしてまたボードメンバーでもありました。震災の後に私と2人、肩を並べながらいろいろ取材したのを覚えております。そしていろんな難しい質問をゲストスピーカーに投げかけていたことも覚えております。で今回、まあ、ビッグデータという本でございますが、我々の考え方、生活の仕方、仕事の進め方、すべてを一変するようなものであるというふうになっております。まあ、先ほど話しましたように20カ国語、日本語を含めて、まあ、翻訳されております。そしてエコノミックフォーラムの、アドバイサリーカウンセルのメンバーでもあります。本当に素晴らしいスピーカーでございます。冒頭に、まあ、30分くらいお話ししていただくことになっております。じゃあ空気圭さんお願いします。ありがとうございました。そしてカルトゥンさん、ありがとうございます。私が聞いた質問というのはそんなにそのタフな質問を投げかけたつもりはないんですけれど、まあ、一緒にそのいろんな、質問を投げかけたのを覚えております。私は2年前に日本を離れたんでございますが、初めて今回また、日本に戻ってきたわけでございます。私が日本におりましたときに、まあ、幸運にビッグデータという課題に直面したわけでございます。つまりエコノミストにおきましては毎年毎年、カバーストーリーになるような題材を探すようにと言われているわけでございます。そして、まあ、15ページのサーベイ、まあ、調査結果みたいなものをそのテーマについて、行うということだったのでございますが、その時に、まあ、いろんなテーマを考えたんですけれど、やっぱり社会にとって一つの重要なテーマは東アジアの、その、貿易が重要な課題になるんじゃないかというふうに思ったんでございます。ですのでやっぱりこの、東アジアにおきまして、まあ、3つの大国があるので、これは、やっぱり、この関係は世界にも大きな影響は与えるんじゃないかと思ってこれを提案しようと思ったんでございます。しかしながら最後の最後になって、ちょっと違う課題を探した方がいいんじゃないかなと思ったんでございます。でいろんなことを考えました結果、やはり情報がものすごくたくさん今世界中に増えてるなと思ったのでございます。でこの情報の量について、まあプロポーザルを書いてその編集部に出したのでございます。でこれが受理されまして、そして2010年の、末におきましては、まあ、これが一つの大きなフィーチャーストーリーとして取り上げられたわけでございます。しかしながらその時にはそんなに大きな話題にならなかったのでございます。しかしながら私がそのレポートを書くとき、いろいろ取材するときには、やはりそのインフォメーション、情報の洪水、その多さについて、どういうふうに、それを第一呼ぶべきなのかというのを考えたわけでございます。そして、まあ、ビッグデータという名前を思いついたのでございます。まあ、本当に、本当に幸運に、その、言葉に出会ったということでございます。まあ、思いついたということでございます。これがまあカバーストーリーに使われたわけでございますが、そのカバーストーリーが出てから社会はものすごく変わったと思います。オバマ大統領だってビッグデータという言葉を使い始めたわけでございますし、多くの人たちがそれについて語るようになったわけでございます。しかしながらビッグデータという言葉が非常によく使われているにもかかわらず、ビッグデータは何なのかということに関しまして多くの人たちはまだあまりよく知らないと思います。でそれを説明するときに一つのお話をさせていただきます。ある会社フェアキャストのお話をします。数年前コンピューターサイエンスの科学者の一人が
飛行機に乗ったわけでございます。まあ、あの弟の結婚式に出席するために飛行機に乗ったわけでございます。で、彼は結婚式の日にちがずっと前に決まってたわけでありますので、早めに航空券を買った方が安い価格で買えるんじゃないかと思いまして、早く買ったんです。で、飛行機に乗ったら隣の人にたまたま聞いてみたんですけど、あなたはこの、航空券どのくらい払ったんですかって聞いたんです。そしたら非常に、数日前にしか買ったにもかかわらず非常に安く買ったという結果になったのでございます。それでその科学者はびっくりしちゃって怒っちゃったのでございます。そしてもうその飛行機の中の多くの人たちにどのくらい払ったのかって、その航空券をいくらで買ったのかって聞いたのでございます。で、これで非常にびっくりしたことなんですけど、ほとんどの方たちが割に最近買ったんですけれど、やっぱり非常に安い値段で買った人が多かったのでございます。そしてやっぱりあの飛行機の座席っていうのはコモディティなものでありますので、同じものにいろんな価格があるっていうことにおいて、この情報をなんかうまく活用できないんじゃないかと考えているわけであります。でありますので、結局彼は、飛行機の中でどれくらい入ったのかって聞いた、その行為を拡大したのでございます。つまりインターネットを通しまして、あらゆる情報、その航空券の、その座席の価格のについてあらゆる情報を集めたのでございます。それを分析したのでございます。それによって、これはハムレットという名前をこのプロジェクトにつけたのでございます。購入すべきか、あるいは購入すべきではないか、いつ購入すべきか、あるいはということだったのでございますが、そして、まあ、あの、資金を調達しまして、会社を設立して、まあ、安い航空券を買えるサイトとして、あの、会社を成功させたわけでございます。まあ、これは航空券の価格ということだったのでございますが、彼はこのアイデアは他のところにも活かせるんじゃないかというふうに考えております。つまりコモディティ商品であれば、たくさんその価格についてのその情報というのを入手できますよ。例えばそのホテルのその、一泊の、料金、などなどにも使えるわけではということを考え書いたわけなんです。で、2009年に彼は、2000億 の、その価格の情報を処理してたのでございます。これは、あらゆる便のあらゆる、航空会社のあらゆる、フライトのすべての座席をカバーしたのです。これは米国の中ということでございますが、その2000億、件の情報を処理してたんでございます。マイクロソフトはこれは素晴らしいものだということで、1億ドルでこの会社を買収したんでございます。これすごい素晴らしいお話でございますよね。しかしながらこれで終わらないんです。航空会社が1960年代から電子そのチケットというのを使い始めたわけでございますね。彼らたちはその電子その情報をこうやって作ることによって、自分たちのビジネスモデルが打ち砕されてしまうということを想像できなかったわけでございます。まあ、大きな大きな変化ということでございます。なぜこういうことがあったんでしょうか。まあ、いろんな要素があると思います。一つは技術の進歩があったわけであります。そしてまたその、まあ、メモリーが拡大しましたし、そして、もっとより良いアルゴリズムを入手できるわけでございます。そしてまたたくさんの情報を処理できる、貯蔵できる、集積できるような能力というのができたわけでございます。しかしなんかそれだけではないと思います。そのマインドセット、データの量、技術の進歩というのがあるわけでございます。マインドセット、考え方も大きく変わったということでございます。つまりデータというのは、その無駄なものがたくさん入っているということじゃなくて、これは素晴らしいその宝物だというふうに考えるような、考え方が出てきています。今まではその、経済学では、労働とその土地と、その資金、資本っていうのが、その生産の経済の基盤であるというふうに言われたわけでございますが、もしかしたらこの3つのコンセプトでというのが、新しいあの時代に必要なのかもしれません。つまり、ヘンリー・フォードが昔そのガラスとか、まあ、いろんなその、材料を素材を使ってその工場に投入して、そして新しい価値というものを、まあ、車という新しい価値を見出したのでございますが、今はやはりその違うデータという素材を使ってまたあの新しい価値を、作り出すということもあるのかもしれません。で、データの話でございますが、一番の今の、大きな特徴といいますのはビッグであるということでございますね。ビッグデータ、大量にデータが得られるということになります。そしてそのどのぐらい大量かということでございますが、
何に使うかによって、まあ、比較的に大量であるということでございます。つまり絶対的なその量というのはないわけでございます。非常にその柔軟なコンセプトでございます。今新しいその技術、新しいの手段、というのがたくさん、生まれてきておりますので、やはりそのビッグデータはもっともっと駆使するようになってきております。これは何が、重要なポイントかということなんでございますが、やっぱり限られたスモールデータでを通して得られる、そのひらめきというのは、まあ、限られてしまっているんですが、ビッグデータを使えば作るほど、違うそのものが可能になってくるございます。そのモアがディフェレント、つまり、もっとデータを使いますとより違う、今までなかったような異なるその結果というのがたくさん出てくるわけでございます。どれぐらいそのデータが増えてきたということでございますが、そのアナログ、データというのは本当に2000年ぐらいまでは、アナログのデータの方がデジタルデータの方が多かったわけでございます。例えばその LP のレコードとか、あるいは美術館にあるその絵画とか、あるいはその本とかが多かったわけでございます。しかしながらそのどん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 、その、状況が変わったわけでございます。2002年頃からデジタルデータの方が量が多くなってきたわけでございます。やっぱり 2,3 年おきにそのデジタルデータの量が倍増する、そういうようなトレンドが今まであったりございます。ですので今これ2000年までのその、その情報がここに入っているわけでございます。2010年になりますと、もっともっとこの開きが大きくなっていることになると思います。でこの、その情報、デジタル情報 の、 その、拡大するスピードというのは全く劣ることはないと思います。まあ、2003年におきましては20カ国が人ゲノムの配列、をその、見出したわけでございます。まあ決定したわけでございます。まあ、30億のベースペア塩基対というものの配列を得ました。ですが、10億ドル、ぐらいのお金がかかって、まあ、非常に時間もかかったわけなんでございます。しかしながら10年ぐらいかかったわけでございます。しかしながら先月1月でございますが、ルミナという会社が1000ドルで、1日でそういう情報ができる、その人ゲノム、の解析が可能であるというふうに発表しているわけでございます。でありますので、これによってその、生物科学、生物技術というのが変わるわけではなく、これはあらゆる産業に大きな影響を与えるのではないか、大きな影響を与えるというふうに思っております。メディアの世界にしましても、広告業界もそうですし、あらゆる、産業がこのビッグデータの影響を、避けられません。でそのビッグデータにおきましては、いくつかの重要なそのコンセプトがあります。まあ、一つ多くのデータが出てきます。そして二つ目のことはメッシーという言葉を使っているのでございますが、その得るデータというのはかなり乱雑なものが多いということであります。そして一番最後はコレレーション、相関関係がデータがあればあるほど、感じること、その、見極めることができるということでございます。今そのデータのその収集というのは今まで非常にそのお金も労力もかかったわけでございます。そのために今まではそのサンプル、その標本、まあというを取るということで対処してきたんでございます。しかしながら今はたくさんの情報を収集する、そしてまたそれを集積するというのは非常に低コストで可能になりますので、今までのようなサンプリング調査というのはあまり必要ないというふうになってきております。やっぱりもちろんサンプル調査をやった方がよりクリーンなデータを集めることができるのでございますが、しかしながらビッグデータになりますと非常に乱雑さが出てくるので、そんなにクリーンなデータじゃないかもしれませんけど、やっぱり量があればその質を克服することもできるんです。質の問題を克服することができます。そして3つ目の
コンセプトでございます。これはその相関関係、相関関係、因果関係が分からなくても相関関係で十分だっていう、そういうような新しい考え方が、生まれつつあります。まあ、ここで一つ具体的な例を申し上げたいと思います。ここに赤ちゃんの絵が出ているんでございますが、これは、まあ、早産児、まあ、未熟児ということでございます。まあ、こういう未熟児というのは、まあ、いろんな健康問題を、抱えるわけでございます。で、常にそのモニター、してなきゃいけないということでございます。いろんなその状況、健康状態を常に観察しなきゃいけないということでございます。やっぱり病院に訪れた方たちよく知ってらっしゃると思いますが、その入院患者にはたくさんのこういうハートモニターとかいろんなそんなモニターがついているわけでございます。で、多くの人たちは、このデータがたくさん取っているんですけど、そのデータを保存してないなと分かっていると思います。ある意味でそれは野蛮なことだというふうに、まあ、未来の人たちは、言うかもしれません。つまりせっかくこの素晴らしいデータをたくさん集めてるんですけど、それを全部、まあ、治療が終わったらボンと全部捨てちゃう、というのは本当にもったいないことをしてるというふうに、まあ、言われるかもしれません。でもやっぱり研究者は、どんどん、そのやり方を変えてきております。カナダの研究者はこういった未熟児の情報を16のリアルタイムストリームのバイタルサインを収集してるわけですね。心拍数ですとか、心拍の酸素数ですとか、そういったものに。で、学んだことは、いろんな感染の情報、24時間以前にこれを察知することができるということなの。未熟児が感染することを防ぐことができたわけですから、こういったこと、安定してくることができるわけですよね。ですから、いろんな世代の医師が、ゆりかごを見て、こういった安定化して、看護婦に今日は帰るよと、で、通常帰るよと言って夜中に起こされているのが現状なんですけども、こういった生物学的なメカニズムは分からないんですけども、ですけども、その相関関係が分かれば、救命することができる、命を救うことができるということ。データが膨大になって煩雑である。そしてまた相関関係、なぜこういったことが分かるのかというのが分からない。ただその理由が分かればそれで十分であるということなんですね。なんでこんなにデータがあるのかということなんですけども、いろんな情報を今まで収集してきたデータをどんどん収集しているということなんですね。今まで収集してこなかったものもデータ、情報化されたものは集めてきたけども、データフォーマットにしてきたけど、ロケーションについて話してみたいと思います。ソクラテス、彼はマーケットにいるのか、あるいは丘の上にいるのか、データとはまた違うわけですよ。マーティン・カーリング、彼は FCJ にいるのか、居酒屋にいるのか。今スマートフォンがあるわけだから、スマートフォンの情報を持ってどこにいるのかということを調べることができるわけですね。その位置、人のいる位置がデータ化されたということなんです。今皆さんが座っているところを考えてください。ピーターの座りたかった、あるいはカルドンの座りたかったですとかは、座り方、その姿勢は違います。足の長さとか、まあ、そういったもので異なるわけですよね。100センサーを椅子につなげたら指数をもたらすことができるわけですね。指紋のようにですね、姿勢を評価することによってデータ化することができるわけですね。研究者、東京の研究者がやってるの、防犯装置、車の防犯装置に採用しようとしてるわけです。誰か盗難があったと、そうすると車は、その承認されてないものが運転した場合にエンジンがかからないように、パスワードを入れると、そしたらまた車が走り出すということなんですけども、何をすることができるの。ですから、例えば車、日本の全部の車がこういった装置を持っているとしますね。ですから、そしたら予測することができる、事故を防ぐことができるわけですよね。で、またデータ化するとドライバーの疲労感を評価することもできる。
車の椅子がに運転手が座った場合に車の椅子が起こすとか、もっと車に注意せよというデータを出すとか、まあ、こうデータ化することによって人を救うことができるわけです。データフィケーションというのはソーシャルメディアプラットフォームを見る一つのレンズのようなもの。 Twitter いい例です。 Facebook は友情データファクト、 LinkedIn はプロのコンタクトをデータ化している。スマートフォンスクリーンのようなフローカバリングのようなものなんですね。人が入ってくると誰が入ってくるのかということを見る、示すことができる。スマートフォンを持っていて、あるいはまた歩き方、スマートフォンはいろんなセンサーがついているわけですね。なぜパスワードを使ってアクティベートしなければならないのか。歩き方でこのアクティベートするようにしたわけですね。データ化すると情報を格納して、そして新しい価値を生み出すこともできるわけです。では、ビッグデータの価値は何なのかということなんですけども、こういった情報を収集するはある目的のために作っています。でもビッグデータはさまざまな膨大な目的のために使うことができるわけです。例えば取引、ウォールマートの例ですけども、いろんな売上の記録を持っている、まあ、リテイラーはみんなそうですけども、ビッグデータベースを数年前に見て、そして気候のデータとマッチして、例えばハリケーンが来る場合に、そしたらフラッシュ、懐中電灯とかパップタート、こういったものも売れるということが分かったわけです。なぜそうなのかは分からないけれども、そういった相関関係を見ることができたわけなんですね。ウォールマートはハリケーンなど嵐が来た場合にはポップタートとか、ポップタートも置くべきであると、ポップタートを売ることができるということが分かったわけなんですね。まあ、そういった相関関係が分かった。ビッグデータはもう一つ、情報の再利用に役立つということ、そしてこの情報が資産になると、企業の資産になると、日本にとって何なのかということを考えてみたいと思います。日本の成功はハードウェアでした。鍵はハードウェアでした。電子エレクトロニック産業の大国ですし、いろんな活動がされてあります。ですけどソフトウェアにはちょっと遅れを取っているわけです。東京に行った時にエレクトロニック産業の記事を書いたことがあったんですけども、エレクトロニックメーカー の CEO がサムライはソフトウェア書かない、なんか先入観があるんですね。なんかソフトウェアについて男はハードウェアをやるんだということ、なんかいじめにあった人がソフトウェアを書くんだということを言っていたことがありました。ですから 1.5 とか40だという数になるかもしれない。 1.5 はコンピューターハードウェアのマージン、ソフトウェアのマージンは40になります。ですから19世紀の思考がまあ残ってるわけです。ではデータは何なのか。私はアメリカ人ですけれども、日本がまあ 2国目、まあふるさとだと考えてるわけなんで、第2のふるさとだと考えてるんですけれども、日本の場合数学に長けているわけですから、数学の分野に長けているわけですから、まあ創造性という面からこの分野で
成果を出していくことができると思うわけですね。ですから日本はビッグデータのリーダーになり得るということなんです。いろんな、まあ、いくつかのアクティビティ活動はありますけども、それほどまだビッグデータの分野では活発ではないということ。 3.11 の津波の私は車に陸前高田に向かってたんですね。サテライトを使ってやってたんですけど、地図があった、で行き方が分かった。サットナップシステムは正しくなかった。コンピューターとサテライトナビゲーションシステムに書いてなかったんですね。こういったストーリーがあります。ですからサットナップシステム、サテライトシステムが情報を収集していた。サテライトシステムが自動的に一つの方向に車に行けない道を教えることができたわけなんですね。ですから非常に効率的だったわけです。そう、生きた地図のようなものなんです。情報を再利用することにでき情報を再利用することにできて、最も賢い地図をになったわけなんですね。その道路がまた再開したら地図にまた再開となる、表示される。ですから日本はビッグデータのリーダーに なり得るということなんです。まあ、いろんなライバルが出てくるでしょう。名古屋、シュトゥットガート、デトロイトはパーソナルトランスポーテーションのに対して非常に大きな興味、レジステスな興味を持っています。一つの産業の例をは、一つの産業は例えばそれをテストミル、またもう一方は宝と見る、例えばサーチエンジンカンパニーなどを見てみたいと思います。数年前なんですけれども、ある研究がありました。薬品の副作用の研究があったんですね。で検索して高血糖症の研究をしてみたわけなんです。2つの薬品を組み合わせた場合にどうなのかということを研究してみた。こちらはベンダイアグラムなんですけれども、ベン図ですけれども、でこの2つの薬品を研究した結果、金脈を見つけることができた。打線ですけれども、こちらがバックグラウンドのドラッグ、それでもう一つの点線ですけれども、副作用なし、もうで2倍、両方の、薬品を検索した場合に副作用を見つけることができるということでした。こういった2つの薬品を組み合わせることによって、規制当局は分からなかったけれども、サーチエンジンの問い合わせクエリーによってこれを見つけること、こういったデータをライセンスするべきではないかと、マイクロソフトのデータをライセンスすべきではないか、患者にとって非常に高価な価値ある情報ですから、これをライセンス化するべきではないかと思います。とデータへのアクセス、あまりにアクセスがありすぎるといけないというリスクもあります。ではビッグデータのリスクは何なのかということ、一つがプライバシーです。小さな小規模データの場合、問題はありますけれども、こういったリスクがあります。新しい問題、プロペンシティという問題があります。傾向性という問題があります。これは予測によって罰を与えられるかもしれない。これはマイノリティレポートというものですけれども、アルゴリズムが例えば 99% を置き引きになる可能性があるということ。
そうするとそれを犯罪者と決めるかどうかということがあります。で、です 99% ですから 1% はその置き引きにならないという確率があるわけですよね。ですから人間の自由意志で21世紀において公平性そして正義などの公平性などの面から問題が出てきます。オーナーシップという問題、誰の情報なのか、あるいは誰が収集したのか、あとデータイズム、20世紀におきましては、共産主義、社会主義、資本主義、新しい宗教はデータになるのではないかと思います。ですけれども、このビッグデータ、データには弱点もある、欠点もある。現実の滑り込みにしか過ぎないということなんですね。ある現実の側面、地図が領土でないようにデータには限界があるということを認識しなければ